この間、はい、奥さんと子供たちが、うんうん、お昼ご飯をなんか友達と食べに行くと。ほう。なんかママ友と。で、お昼ちょい前ぐらいに出てって。うん、で、俺はお昼過ぎぐらい出発だと。はいはいはい。仕事。うん、で、ちょっと時間がこうあるね。ああ、その出てってからね。出てってからね。うん、で、家で。久しぶりにこのお家で AV を見てやろうっていうね。うわ。ことになる、ね。やばいね。サイコパスじゃん、お前。サイコパスじゃないじゃない、それ。そういうチャンスを見つけて、子供がさ、見てくんだから、世の夫は。お母さんとご飯に、昼ご飯行ってる間。そう。旦那は家で AV を。そうだ。三昧。三昧かどうかは、あれだけども。ね。そういう、その隙間を見つけてみんな、見てんだから。やばいね。世の旦那たちは。やばいっしょ。お前は、だからわかんない、世の旦那の気持ちが。で、それでこそこそ、テレビで見れないからこそこそ隠れてトイレでエロ動画見るとか。ああ、でも、ちょっとでも物音したら、すぐチンチン隠して。なんとか、なんとか。だから、その個室ビデオという実家をみんな作ってね、帰ってくという、その中で、久々に訪れたこのチャンス。やばいよ。昼に訪れたチャンスが。そう。昼にムラムラするかね。で、行こうと。見よう。とりあえず。ムラムラしてじゃないんだよ。うん。いなくなった。うん。よし、ムラムラさせようということだから。すごいね。無から無からだよ。ムラムラしてるからじゃないんだよ。チャンスなんだから。あ、チャンスが生まれたら、そこに向けて、そこに向けて気持ちを上げていこうという。あ、そう。プロの、この気持ち、メンタルの作り方だね。あ、なるほどね。そう。で、じゃあ、つって、AV 一応持ってんのよ、まだ。一人暮らしの時から買ってたやつ。それはバレてないんだ。バレてる。バレてるバレてるっていうか、うん、だから一人暮らししてて結婚するってなって二人でこう住み出して、うん、その時は俺も普通に置いといたの。うん、別に。隠すのも逆にダサいかなと思って、うん。あ、そうなんだ。この、DVD とか CD とかこう入れるさ、100円ショップとかで売ってる、ファイルみたいなのあるでしょ、ディスクだけ入れる。あれを普通に、あれに AV パンパンに入れてさ、テレビ台とかに置いといたの。なるほど、その箱は捨てて。そうそうそう、箱は捨ててある全部。したらやっぱなんかたまたま奥さん友達が来た時とかに、なんか見ちゃったらって、やっぱちょっとこれはやばい。なんかもうさすがに、捨てればって言われて、うん、そうだね、捨てようかな、なんて話をして、でも結局捨ててないのも、もうバレてる。だからその DVD たちも、一人暮らしの時に、やっぱすごい、買ってたんだね。それが楽しみでさ。俺はなんか、まあちょっとこう。買ってんだね。そう。そこが、すごいよ。普通、それまではやっぱ借りてさ、借りるレンタル。そうでしょ。とか、まあ個室ビデオとか。みんなほとんど借りてるんだけど、一人暮らし始めて、やっぱりちょっとこう、お金ももらえるようになって。そうするともうその、エロ DVD を買っちゃうという贅沢に、一回だから俺が西小山っていうところ初めて一人暮らし住んだんだけど、その近くにあったんだよ、たまたまその DVD ショップが、セル DVD ショップが。そこに通うようになっちゃって、そのセル DVD ショップの隣にラーメン花月があって、ラーメン花月、仕事終わりにラーメン花月行って、で、花月ラーメン食べてさ、ニンニク豚飯みたいなの食べてさ、勢力つけて。で、一杯ちょっとこうビール飲んで。で、その足で、そのセル DVD 屋行って、で、新作2本。2本ぐらい買って。すごいね。で、旧作みたいな、なんかちょっとこう、昔のやつ安くなってるコーナーがあってさ、そこで1本。3本ぐらい一気にね。すごいね。買っちゃうみたいな。うわー、じゃあもうラーメン花月の AV セットだじゃん。AV セットだね。と言っても過言ではないね。ラーメン花月の AV セットを俺はもう買ってるね。頼んでんだね、ラーメンとね。食券、食券。確かにね。提携してんのはね。そうだね。AV ショップ、セル DVD ショップ行って俺は食券出してたかもしれないもん。確かに。それぐらいこう、やっぱ、それがなんか楽しみでさ。で、買って帰って、家でちょっとこう晩酌してさ、また。で、その、AV 見るみたいな。すごいね。そう。それが楽しくて、結果、それで5、60枚。うわ、すごいじゃん。今、まだあるのよ。マジでコレクションだね。コレクションとまではそんなおこがましいですけども、もっと持ってる方、たくさんね、いるでしょうから。何経費払ってるのかわかんない。全然ね、ペイペイですけども。で、それをまあ見ようと。ね。で、それの5、60枚のこのコレクションは、俺の部屋のクローゼットの上のこのとこに置いてあるの。はいはいはい。上のこのあんじゃないなんか、物を置けるゾーン。隙間みたいな。クローゼットのね。あ、クローゼットの上の棚。中、そう、上の棚。中の上の棚ね。で、そこにはこう、スウェット、トレーナーがバーってこう詰めてあるんだけど、そのスウェットとかの裏に、一応隠してあるの。奥さんにバレてるけど。一応ね。裏に、そのなんか、100円ショップで売ってるケースとかに全部ディスクを移したやつを、さらになんか、手提げ袋みたいに入れたやつを隠してなんだけど。中高生の隠し方だね。それを見ようと。もう興奮、気持ち作ってるから、こっちは。ハンボッキー状態で、その、クローゼット向かって。で、結構高いからさ。で、位置も高いし、奥の方にあるから。椅子をさ、クローゼットの。持ってって。そこまでしないと取れない風になってるのね。取れないようになってます。で、持ってって。持ってさ。いつも、ま、それを出すときは、ちゃんとこのスウェットとかをさ、出して下置いて、で、こう、奥から DVD 出すんだけど、その日はもうちょっと興奮もしててね、なんか、急がなきゃっていう、なんか仕事の時間もあるし、右手でスウェットたち押さえながら、左手で、を突っ込んで、左手でこの、その袋、手提げ袋に入ってる AV たちを掴んで、ガッと引っ張ろうとしたの。荒々しいね。荒々しいよ、それもやっぱり。ガッとやろうとしたら、やっぱり、AV を掴んでる、左手の方がパワーがやっぱりこう、上回ったんだろうね。スウェットをもろともバサバサバサって、一気にさ、右手が抑える力が弱かったのか、ガーってやったらバラバラバラってなって、で、それで俺がもう俺もびっくりしたのか、そのまま、バカーンって後ろに、どてどてどてって、倒れちゃった椅子から。すごいね。そう。勃起したまま椅子から。ボカボカって後ろに倒れちゃってさ、スウェットもバサバサバサってなって、で、DVD も持ったまま床にガラガラガラみたいな。でも俺ももう本当に大の字にさ、ぶっ倒れて。何やってんの？勃起して椅子から落ちたんだよ。焦んなよ。童貞じゃねえかよ。俺もなんか倒れてさ、しばらくもう動けないの、なんかこの。何？俺は何を。俺はマジで。そこでやっぱ初めてこれさっき岩井に言われたようなさ、なんかこう、嫁も子供もいんのに何してんのみたいなさ、気持ちがそこで初めて、さっきまではもう興奮に駆られてさ、やっぱりもう無我夢中だけど、そこで初めて、はぁ、何をしてんだ俺は、みたいな。勃起して椅子から落ちるって。何勃起して椅子から落ちるなんか、それをなんか考えてたら、なんかことわざみたいだな、勃起して椅子から落ちる。なんだそれ。このなんていうのこのなんか、興奮してさ、今もう目の前に楽しいことが待ってるけど、そこから絶望に落ちてく様を、勃起して椅子から落ちるっていう。違うね。対義語でもないから別に。いや、わかんない。なんか、大事に取っといたアイスをね、お風呂上がり食べようと思ったら他のなんか弟に食べられちゃってるみたいな。ちょっと何私のアイス。あ、ごめん食べちゃったみたいな。いや、何それ、勃起して椅子から落ちるじゃないみたいな。使えるか。そういう場面でね、ぜひ普通にも使っていただきたいんだけど。サーベゴロクで。入ったんだ。これどこで使えるかななんて思いながらさ、ちゃんと立ち上がってさ、AV 持って、見ようと思って。見るかい、それでも。で、その時は竹内愛ちゃんっていうね、今もう引退してんのかな、ちょっと童顔巨乳みたいなこのやつを見ようっつって、ディスク DVD 入れて見ようとしたら、もう全然なんかそれも結構古いやつだから傷がついてるのか分かんない全く読み込まない全然 DVD そんなことあるでそこでもういや勃起して椅子から落ちるんだなこれっつってこんなに興奮して見ようとしてるのに読み込めないのすぐ使う時が訪れたよことわざをことわざというか何か例えるとかじゃなくてほとんど同じようなことだよ